E129 系。いい車両ですよね。新潟を走る車両ですね。一方、仙台周辺には E721 系という E129 系に似た車両がいます。その3つは違うんです？だいぶ違いますよ。ではいろいろ見ていきましょうか。まずは顔。微妙に似てませんわね。この動画を得ます。ご視聴ありがとうございました。いや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 、待ってください。冗談ですわよ。終了画面流れたので本当にビビりましたよ。まあとにかく、まず左が E129 系。美味しそうな見た目してますわね。そのお腹がすくカラーリングからハムエッグと呼ばれています。一方右側は E721 系。ヒロイの形式名ですね。何か変なの学習していませんか？以上が顔の違いです。走る地域ですが、E129 系は主に新潟周辺を走る列車です。そのため、冬のシーズンには主に上越線内で大量に雪を見ることができます。車窓は信越線ですが、それでも多少雪を見ることはできます。一方 E721 系は主に仙台周辺の東北地方。宮城県以外でも走ってるんです？はい。福島県内の東北本線内でも頻繁に走っております。前までは栃木県内にも乗り入れていたのですが、黒磯駅で禁になったのでもう栃木には行けません。かわいそうですね。そうでもありませんけど。ロボットの割に気まぐれすぎません。次にドアチャイムと発車音を聞いてみましょう。余談ですが、E721 系はドアが閉まるスピードがだいぶ遅いです。お次は E129 系。お次は座席の紹介です。E721 系はオールセミクロスシートです。利点もあるのですが欠点もあります。例えば仙台周辺になると混雑がとんでもないことになります。座席は快適ですか？あんまり。です。0番台はカチコチです。1000番台はまあまあいいんですけどね。乗れるなら1000番台に乗りたいものですわね。ですね。事実、クッションが改善されているみたいですし。E721 系にはドリンクホルダーがあります。小さなテーブル代わりになりますわね。一方、E129 系は同じ車両でもボックスシートとロングシートの部分とで分かれています。なおロングシートは11人掛けです。もう少し通勤需要に的を絞った座席ですね。座席は E721 系と大体同じ。姿勢よく座らないとお尻が痛くなっちゃいます。首都圏によくある座席でしょうか？足元が首都圏の4ドアのそれと比べると広々としている以外はそっくりです。ところで、E129 系にはドリンクホルダーはありません。E721 系にはあったのに、ちょっと残念ですね。でもあの大きさじゃ元から汎用性は。E721 系の特徴として、低床化がされています。他より少し低めに設計されている仙台地区のホームに対応するためです。E129 系は全ホームが低めってわけでもないため、特に低床化は施されていません。そこは一般的な電車と同じ感じでしょうか？そうです。実際に生で見ると主に側面に顕著な違いが現れています。余談ですが、トップなんでした。よかったですね。
正直は E721K も E129K も一段 LED です。ただ、E721K は全ドア上にあるのに対し、E129K は千鳥配置です。その代わりに一部編成には表示器のないところにテレビがついてます。結構充実してますわね。まだ全編成にあるわけじゃありませんけどね。トイレの形状は E721 と E129K に大差は見られません。色は違いますね。ところで、トイレ後ろのドアの形が違いますね。ですね。 E721K は昔の車両の701K に構造が揃えられている印象を受けます。もう一つ、E129K は方向幕にフルカラー LED が用いられていますが、 E721K は3色 LED です。ふむ。他だとこんな感じでしょうかね。E129K は遅めなんですのね。輸送経路の違いでしょうかね。ところでこういう直流ってどういう？電車への送電方法の違いですね。電気の影響で走れるエリアが限定されていると思えば OK です。E721K は E129K のエリアを走ることはできません。逆もまたしかり。それは仕方ないですね。北海対象は JR 最初期や国鉄の車両です。E721K に関しては様々な形式の車両を、E129K は大量の115系を投下した感じですね。というわけでざっくりと E129K と E721K の紹介をしてきました。実際にそれぞれの車両を見るとついにこんなところまで来たんだなぁと思います。雰囲気だけで首都圏との違いを感じますものね。昔と比べると雰囲気の違いは感じにくくなってはいますが、それでもいいものです。E721 から E129 へ直接乗り換えられる駅はありませんが、思い立った時に比較してみるとだいぶ違うことに驚かされますね。ですね。さて、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次の動画もまた見てくださいね。